宮崎の皆様、こんにちは。こんにちは。私たち3人はですね、今度9月12日は宮崎で2回公演、13日は小林で演奏会をすることになりました。バイオリンはですね、白井さん、ピアノは津田さん、そして私は日高がですね、ホルンを持って、ブラームスのホルントリオという珍しい曲を演奏します。日高さん、それ宮崎弁ですか？宮崎弁ですかね。宮崎弁上手ですね。標準語で喋っちゃるつもりなんです。もしかしたら宮崎ご出身？あ、私ですね、18歳まで宮崎に住んでました。その後ちょっといろいろ、いろんなところに住んだんですけど、宮崎で演奏するのいつも楽しみにしてるんですよ。このブラームスのホルントリオ もう宮崎で演奏されたこともあるんですか？それがですね、宮崎でブラームスのホルントリオをやるのは初めてなので、本当に楽しみにしています。あんまり演奏されるね、あの演奏会で演奏されることも少ないね。そうですね、あまりこの編成でね、演奏すること少ないので。白井さん、何回ぐらい演奏されたことあります？僕は今まで2回。2回、ね、津田さんは？僕も3、4回ですね。ここはちょっとあんまり覚えてないんですけど、まあたくさんいつもドキドキワクワクしながら演奏しています。ぜひね、遊びにいらしてください。皆様に会いできることを楽しみにしてます。